ございます。現在3月の30日ですね。もうここからちょっと走っていきたいと思います。3月30日の土曜日です。7時半ぐらいですかね、今ちょうど。今ちょっとね、ある場所に向かいながら、走って、そしてそこからまたさらにスタートしていくんですけども、今日は、ワックには行きません。直接大阪市内の方に、ね、今日はちょっとまあ用事がありますんでそっちに行きたいなと思っています。でまだ7時半でだいぶ早いんで、これちょっと走り終えたら、ちょっとゆっくり温泉行ってからですね、まあ、そこからちょっと動き出したいなと思います。今日はもう土曜日の朝、まだ7時半ぐらいなんですけども、多分そんなにね人はいないんで、あ、でもなんか結構人が集まりだしてるな。人がいるとね、こうやって目立つんで、これやってると慣れたんですけど、前から言ってるね、ちょっとこう施設がありますんで、そこをまあちょっと紹介したいなと思うんですよね。なかなかいい場所ではあるんですけども、まあちょっとゆっくり、走りながら紹介していきたいと思います。でここはまあ家の近くなんですけども、まあとにかくこうやってこう道路がね綺麗になってて、結構自然に囲まれてるというか、でこうやってこうジョギングというかランニングできるようになってるんですよね。ありがとうございます。でここでみんな集まって、ここからスタートするんですかね、あれは。なんかランニングできる場所になってて、でここはですね、ちょうどカフェみたいになってるんですよ。こういう感じ で、ここを拠点になんか走ってったらいいんちゃうかなっていう、ね、ランニングステーションというかウォーキングステーションになるなと。ここにテニスコート2面、オムニコートあるんですよね。だからここ朝からね開放して、ここで体操してからスタートして、で今集まってた方々がですね、まあ、カフェでなんかこう水分補給したり、なんか栄養ドリンク飲んだりしながらランニングステーション的な役割をあのカフェができるんじゃないかなと。で、まあ、ここにも学校があったりね、子供たちもバーッと通ったりするんで、ちょっとこう部活支援の場所としてもなんかできるんじゃないかなと思うんですよね。だ結構やっぱこう何かに使おうと思えばいい場所なんですけども、なかなかそういう、まあ、発想はあるにしても、今はね人材不足なんで人が多分いないと思うんですよね、やってくれる人が。
にはあのフィットネスジムがプールの施設があるんですよ。ここはもう夏になったらみんな遊びに来る場所なんですけども、まあ、フィットネスジムと、もう今プール施設なんですよ。ここは小学校ですかね。まあちょっと朝からうるさいかもしれませんが、あそこでね、まあレッスンなんかできたらやったらいいんちゃうかなと思うんですよね、にぎやかで。ただ朝からあんまり大声出せ、近所迷惑なんで。ただあそこはもう本当に人が集まれる場所なんで。なんかやったらいいと思うんですよ、まあ、私の場合は思い立ったらすぐ行動なんで、あの動きたいんですけども、やっぱこういろいろありますから、その人間関係的な。あそこはあの南海不動産、今テニス部でねお世話になってる方々、ハイタッチでもお世話になってるんですけども、まあ、そこの部署がちょうどつながりがあるみたいなんですよね。でそこのつながりを使って今話を持っていこうとしてるんですけども、まあその人もいろいろ忙しいのか話が進まないんですよね。どうにかしてほしいなと思うんですけども、まあちょっと積極的にまたちょっと LINE でもして、なんか動きがあればいいのですがみたいな、ちょっと軽めにプレッシャーかけてみようかなと思います。でここまたあのマンションがね2棟なんか工事中なんで、また人が増えるんですよね。仙北高速鉄道は結構高くて不評なんですけども、住み心地はまあまあいいんで、住む人も増えてくるんですかね、こうやってマンション建てればみたいな感じで、今日は前言ってたいい場所があるって言ってるのね、ちょっとここでどんな場所なのかというのを見せたくて今日は走ってみました。今日はね土曜日なんで、もともとちょっとどうしようかなと思ってて走るんだと思う。ただまあ一日体を全然動かさないっていうのも分かってたんで、ちょっと軽くね、本当にだいぶね体に疲れが溜まってるんで、体がちょっとやっぱだるいんですよね。ですから、まあ、ちょっとだけ走って、で最初にお風呂で汗流して、ちょっとサウナで汗かいて、また疲れない程度にねサウナ入って、で活動し始めたいと思います。朝はなんか6時から温泉やってるみたいで、土日祝はね、だから皆さん早起きして温泉からスタートみたいな感じの一日になるんですかね。今日はほんま、まだゆっくり9分しぐらい、約今まで9分か走ったんですけど、しんどいですね。だからこれまあゆっくり15分ぐらい向こう行って帰ってきたらちょうど30分ぐらいになるんで、ちょっと無理せずに、ね、行きたいと思います。そこあの
これからランニングが始まろうとしていた、まあ、コミュニティサークルだと思うんですけども、あのトイレ前に集まってるとトイレ入りづらい人いるんですよ。だからやっぱカフェのところで、まあちょっと水分取りながら、でもしカフェが開くんやったらね、練習ランニング終わった後みんなで朝ごはん食べて帰るみたいな、いいと思うんですよね。空いてないんでね、まだ。なんか咲いてるな。これは桜じゃないですかね。こんなに咲いてる。めっちゃ結構綺麗。桜やな。今日天気がまあいいとして、明日もねバーッと天気が良かったら一気に咲き始めるんですかね。昨日は湧く前のね桜並木は、まあ、ほとんどちょっと本当に一つ二つ三つぐらいのつぼみが咲き始めてたみたいな感じだったんですけども、明日はちょっとね朝練みたいな感じでやろうかなと思ってて、順にはねでパッと切り上げて明日もちょっと休憩するという感じにして、この辺で折り返した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、また今12分ぐらいなんで、もうちょっと15分ぐらい走ったら折り返すというような感じにしたいと思います。小学校かなんか中学校がありますね。結構でも住んでる人は多いんで、でもあんまりこの時間はまだ、やっぱ子供がほとんどいないですね。ゆっくり寝てるんかな。もうすぐあと30秒ぐらいでちょうど15分ぐらいになりますね。
ちょうどなんかターンできそうなので、ここでターンしていきます。今日はだいぶスローペースで、昨日たまたまちょっと帰り際本屋に、ちょっと立ち寄ることができまして、まあいろいろ自分の気になる、セクションに行ってですね、まあ、パラパラ見てたんですけども、なんかそのメンタル脳とかスマホ脳とか脳に関する、まあ教養の著書がですね、結構まあ人気があってずらっと並んでるんですけども、あんまり腸の話じゃないんですよね。脳腸相関なんですけども、腸をベースにした話ってそんなに多くはなくて、ただ例えばスタンフォードの大学を卒業した方が書いている人の体にとって必要な取り組み、健康になるためにはどうするかみたいな、こう文面がところどころ入ってるんですよね。でその中身見てみたら、まあ、まず取り組んでいかないといけないのは、まあ、腸やとっていうことが書いてある。そしてそれをサプリ、これは今回、まあ、これから絶対必要になってくるだろうということはやっぱ書いてあるんですよね。またその本は、まあ、その部分しか書いてなかったんで、ちょっと買うかどうかは別として、だからやっぱり、まあ、タンパク質とかビタミン系のまずそのサプリをしっかり取っていきましょうと。ただその第一ステップとしてやっぱ腸、これが、しっかり機能してないと意味がないので、まずその機能性を高めるために、まあ、腸の改善を、まあ、しっかりしていきましょうみたいなことがやっぱ書いてあるんですよね。ですから、まあ、今回のねフローラフィットネスの企画は、まあ、あながち間違っていないと、まあ、これからどんどんその脳腸相関が前から言われてるんですけども、より解明されている部分が多くなっているということで、どんどん出てくるんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱ研究が進んでるんですよね。で進んだその研究の中から、まあその胃腸に不具合がある人がやっぱりこう10人に4人はそうなっているんじゃないかなということも分かってきてますし、まあ、その原因は、ストレスなんですよね。で昨日もちょっとキャンプファイヤーの方といろいろ話をしてたんですけども、まあいろいろアドバイスをもらいまして、まあさらにちょっとこう資料なんかはバージョンアップできるかなと思うんですけども、受けはいいんですよね。ただそれをどうやって広めていくかということなんですけども、だからなんか積極的に応援してくれそうなんで、まあ第2回の打ち合わせをやっていきましょうみたいな感じでお話をいただきましたんで、
継続的に多分5月の頭からですかね、キャンプファイヤー申請が始まるの、申請というかそのスタートが始まるの。だからそれまでにガンガン騒がないといけないですよね。試作品がね、昨日もプッシュしたんですけど、なんか中旬ぐらいに4月の中は変わらないみたいですね。まあいろんなところに問い合わせして、あの関係区ね、まあ原料、まあ、原材料を作っている、まあ、研究所さんとかで、実際に、まあ、グミを、作ってくれている工場、これもまあ有名な工場らしいんですけども、まあそこに今回の小林製薬についてどういう見解持ってるか聞いてみたんですけどもね、あんま気にしてないみたいですね。全然その種類がまず違うということだと思うんで、なんかちょっと面白い家の作りが多いですね、この辺は。ちょっとこう海外チックに意識したもんやと思うんですけど、なんかこう運動着姿の学生が通り過ぎていきますね。やっぱりここは多分どっか電車に乗って学校に行くんだと思うんですけど、この辺の部活ってどうなってるのかな、全然調べてないんでわからないんですが、まあ何かしらそういうチラシみたいなのをそこに飾っとけば入ってきそうな気はするんですけどね。まあ我ながら健康的な生活の一日の始まりですね、これは。朝起きてで水飲んでで。ランニングしてでお風呂入ってスタートみたいな感じですね。で今日はちょっと朝ごはんは本当は食べた方がいいんですけど、まあおにぎり1個か2個ぐらいは買おうかなと思いますけども、工事現場で働く人が向かってってますね。多分あそこ工事してるんで、多分あそこで工事する人たちが、まあ、ちょうど出勤時間ですかね。ここも一回本当
当に時間があったら体験来ようかな。フィットネス、スイミング。サークルなんかな、このランニングの。一応なんか旗持って A 地点とか C 地点とか目印を持った方が今歩いてたんですけども、問題が起きないようにね、途中途中にやっぱ人がいるんですかね。詰まってるわ。ちょっとなんかまたいろいろ言われるかな。なんか通り過ぎるぐらいなんで、ちょっとめんどくさいんで。いかもペシャクするぐらい。ということで。ここはかなりポテンシャルな地域。開けたらいいのにな、人おるから。まあ、こうやって集まってますね。これからまた走って。ラック？パークランか。パークランか。住友ライフ。パークランという企画ですね、これ。住友グループが開催しているものなんですかね、これ。ということで、ちょっとペースが。ここもね、なんかテニスコートなんですよ。これは何だろう、何の土の、これはいいですね、土のテニスコート、運動場3面。なんかの部活が使うんですかね。ポテンシャルあるわ。ただまあナイターができないかな。まあ町の皆さんの理解があれば、多分こういうライター照明もついてくるんじゃないかなと思いますね。ただ土日に関してはこれかなりポテンシャルあるんですね。ということで、まあどうですか、どうですかね、距離的には、ハーフぐらいですかね。ハーフランぐらい。まあ、全くね、何もしないよりは少しでも続けた方がいいと思うんで、シェアサイクル。すごいな、こんなもやってるのか。
かな町というか人がねたくさん住んでるのは間違いないんですけども、ということでちょっとね今これからちょっとねゆっくり温泉使って、どれぐらいぶりですかね、2ヶ月ぶりぐらいですかね、温泉はもうちょっとかな、今年まだ行ってないか、去年ちょっと行ったかもしれない、今年は行ってないな、ということでこれからねちょっと温泉に入ってさらにすっきりして活動し始めていきたいと思います。それでは。